どうも天使向井です。桑原ゆうきです。はい、桑原ゆうき寄せオンライン、こちらおまけ動画となっております。はい、今収録を終えたところでございますけれども、はい、ゲストが10億円、はい、まあ神保町のホープというか若手なんですけれども、桑原さん、これ収録を終えていかがでしたか？なんか癒される時間でしたね。あの2人の雰囲気もそうですし、トークの内容だったりとか、あとはもうそのネタがすっごく私は大好きで、うん、面白いと思ってるんですけど、意外なお話も飛び出すのであそうですね、ネタ見てトーク聞いたら驚きですよね。そうですね、うん、ちょ伝説のお話もあったりしますので。そうだから本当に10億円、まあ、この解体新書っていうコーナーで、はい、僕も桑原さんも質問を持ってきて、うんうん、ゲストに当てるんですけど、はい、なんか結構今までの中でも上位ぐらい解体したなというか意外な一面ですよね。うん、そうなんですよ、なんか10億円の意外な一面、うんうん、あ、こんな面もあったんだ、あ、やっぱここはこうなんだみたいなことが分かったようなトークで、なんか楽しかったですね。そうですね、うん、ちょっとぜひ私はあの劇場にも行かなくてはという気持ちになりました。うん、あ、神保町ね、はい、神保町ぜひ行ってみてください。次は神保町だっていうもう無限大、無限大飛び出そうという神保町を行き来する、はい、いやちょっとね、まだまだ吉本若手もたくさんいますので、うん、ぜひともね、はい、神保町にもお越しいただけたらと思いますが、はいはい、こちら、10億円の本編はですね、向井ワークス入会していただけると、無料で見れますので、はい、ぜひそちらのチェックしてください。します。ということで、お相手は天使向井と桑原ゆうきでした。バイバイ。バイバイ。